ご準備が整ったようですな。さあ、荒宗様がお待ちです。何を泣いているの、アラウネ？子猫が死んだの。大切にしてたのに。荷車に引かれるのを目の前で止められなかった。つらかったわね。あなたにもいつかまた守るべきものができるわ。人として、王女として、その時は命を懸けて守りなさい。命を守るべきものを守るため命はあるのですよ。はい、お母様。さあ、来ていただけましたか。行きましょう。クラウザー将軍。王女様、どちらへ。城を出ます。お通しできませぬな。王女の逃亡を見過ごせば陛下は私を許しますまい。逃がすくらいなら切ります。アラウネ様、お下がりください。クラウザー将軍、すでにエドラス一国の問題ではありません。それに民の幸せは父のもとではかなわない。変わらなければならぬ時なのです。姉の意志を継ぐため私は城を出ます。それでも切るとおっしゃるなら切りなさい。さあ。昔から私は将軍の座を願っていました。マフレズと共に競い合いながら、私たちは武力だけが誇りでした。武力で己を認めさせたかったのです。だがマフレズはエリカ様と出会い変わった。奴は国と民を思い剣を取るようになりました。私はマフレズに二度と勝てなくなった。マフレズならきっと
見届けさせていただく。エリカ様の意志を継がれるあなたを。私だけではありません。この方がいます。私たちがオルステラに光を取り戻します。選ばれし者、捨て置け。陛下、失礼。せいせい、まだまだだな。相手になろう。はい、これでよし。悪い子につける薬はないの。あいにくに。
相手になろう。そんな、もう止めてください。いや、いや、聞いています。用意はいい。全力です。動く。悪い子につける薬はないの。あいにくね。治療を始めましょう。いや、くぅ、いや、やったか。なんとかすべて倒したな。次の患者は、いや、くぅ、せい、はっ、どうしようか、くぅ、はっ、つい、まだまだだ。片付けるぞ。もう止めてください。引き受けよう。よし。まだまだだ。あるのか。肩がついた。ちょっとはマシになる。さっさと片付けるぞ。やめよう。会心の槍。出ろ、化け物め。危険な目に遭うのは俺たちだけで十分だ。相手になろう。負けない。会心の槍。撃てろ、化け物め。危
険な目に遭うのは俺たちだけで十分だ。ここですね。アラウネ様、協力者が来るとおっしゃいましたが、そのものは一体？スカイガラスから手紙を受け取りました。姉が剣士を名乗っていた時、共にいらした方です。その方はこう綴っていました。この先に真実がある。その通りだぜ。よ、あんたサンシェード以来だな。あんたはいつも誰かを助けてる。今回はでかいもんを救うことになるかもな。アラウネ王女、俺がシャルルだ。ケンシエル、エリカ王女には世話になった。姉の力になっていただき感謝いたします。お互い様よ。力になれずすまなかったな。俺はリーベンに戻って確かめたいことがあった。きっとあんたの役にも立つことだ。ありがとうございます。ついてきな。目指すはリーベン城だ。危険です、アラウネ様。リーベンは未だエドラスの同盟国です。城を出た我らが手配されていれば。その危険に見合う価値はあるぜ。行こうか、真実を拝みによ。片付けるぞ。弱点だ。見えたぞ。伏せろ化け物め。これで一安心だ。止まるわけにはいかない。治療を始めましょう。これで一安心だ。押し通る。熱い。富国の誇りとともに。
あの…シャルルでいいぜ。ここだ。こちらの番だな。はい。私の番だ。はい。せい。え。はい。消し食らえ、崩れ。せっ。はい。ふっ。食らえ、ここだ。よし。くらい、エンス。サビル。慎重に行こう。ちょっ、見えたぞ。なるほどね。王の一戦相手それ。わかった、引き受けよう。それじゃあ俺たちの
出番かな。伏せろ化け物め。これで安心だ。相手になろう。こちらの番だな。どうしようかしら。誇りと共に。やりたいようにやらせて。ごめんなさいね。こちらの番だな。どうしようかしら。
やるしかないのね。頑張ります。僕に任せてください。大丈夫ですか？こちらへ。でも僕は。気をつけてください。会心の槍。まだ諦めません。いざ。一枚かませてくれ。お願いします。いや、傷を癒やしたまえ。抜かるな。くらえ、ここだ。光。それじゃ、俺たちの出番かな。くらえ。容赦せんぞ。やるな。やるな。まだだ。行きましょう。さて、手加減なしよ。させないわ。すまない。相手してよ。しかね。やっ、無理は禁物ね。もう少し休ませてくれ。アイデア。今だ。相手してよ。会心の槍。はい、これでよし。ごめんなさいね。いや、見えたぞ。はい、ここね。私の番ね。はい、手加減なしよ。富国の誇りとともに。
っさと片付けるぞ。始めましょう。いや、こちらの番だな。斧一閃。押し通れ。僕に任せてください。やれるだけやってみます。力を貸してくれ。このままじゃ、うん、僕に任せてください。もう一人にはなりたくありませんから。やあ、僕に任せてください。皆さん大丈夫ですか？貴様ら何者だ？ここをどなたの城と心得る？武器を下げよ、無礼者め。
貴殿らこそこの方をどなたと。衛兵よ、下がりなさい。アラウネ王女、無礼をお許しください。リーベン王陛下、本当にご無事で。この通りでございます。父は帰国に攻め入ったのでは。お父君は改めて和平を結んでくださいました。エドラスとリーベンは未来永劫を支え合うと。貴様！よ、陛下。俺を覚えてるか？お前は。シャルル！陛下！あんた、何者だ、おっさん。貴様は。俺の名はリシャール・ H ・リーベン。リーベン王の息子だ。え？悪いな、シャールルは偽名さ。あんた、姿形は確かにそっくりだが、俺の目はごまかせないぜ。親父は消したきり、とっくに俺を罵ってるさ。シャルル。ありましたか、空気ね。そんな。探していましたよ、リーベンの地、正当な王位継承者。自分からのこのこやってきてくださるとは。お父君にわざわざ会いに来たのですか？
様ら、何者だ！ここをどなたの城と心得る！武器を下げよ、無礼者め。貴殿なこそ、この方をどなたと。衛兵よ、下がりなさい。アラウネ王女、無礼をお許しください。リーベン王陛下、本当にご無事で。この通りでございます。父は帰国に攻め入ったのでは？お父君は改めて和平を結んでくださいました。エドラスとリーベンは未来永劫を支え合うと。貴様！よ、陛下、俺を覚えてるか？お前は。シャルル！陛下！あんた、何者だ、おっさん。貴様は。俺の名はリシャール・ H ・リーベン。リーベン王の息子だ。え？悪いな、シャルルは偽名さ。あんた、姿形は確かにそっくりだが、俺の目はごまかせないぜ。親父とは喧嘩別れしたっきりだからな。本物の親父なら、とっくに俺を罵ってるさ。シャルル。バレちゃいましたか。ムカつくガキですね。何者だ、貴様！あ、そんな。探していましたよ。リーベンに正当な王位継承者。自分からのこのこやってきてくださるとは。お父君にわざわざ会いに来たのですか？そんなとこだ。お父君はこちらですよ。待て！ようこそ、王の前。おや、じ。感動のご対面ですね。リーベン王は無欲な王でした。隣国との輪に尽力し、それ以上を望まず。しかしある時、彼は宰相にそそのかされました。オルステラを滑る王になれると
宰相は言葉巧みに彼の欲をかきたてたのです。それからの変貌ぶりは見ものでしたよ。親父はあんたに変えられちまった。勘違いはいけません。あれがお乳君の本性ですよ。死してなお玉座に本望でしょう。そのふざけた笑いをやめろ。何が望みなのですか。私は真の主のお心のままに愚かな王たちをそそのかし戦を起こしただけです。まったく人間とは実に欲深い底なしの谷のようにね。やめろ。アラウネ王女、あなたも自らの欲のため民を捨て国を去ったのでは。私は確かに国を出ました。父のもとでは守れないと悟ったから。姉が愛した民を国を、それが私の欲と言うならいいでしょう。私はもう何も恐れません。ほう、その綺麗な首が飛び姉君に会うのですか。最後というのは陳腐で哀れなものです。ああそうだ、リーベン王の最後もなかなか寒気がしましたよ。自らの血だまりの中でつぶやいていました。すまない、父を許してくれリシャール。メロ、その笑いをやめろ。トゲトゲ、アラウネ様、お下がりください。てめえは許さねえ、絶対にだ。王子、探していましたよ。ようやくこれでリーベンの血筋を立てる。真の主の邪魔者は排除します。選ばれし者、あなたもね。さあ、あとはあの世でお楽しみください。やるしかないのね。頑張ります。はい。せい。力を貸して。無茶がりダメ。弱点のようです。おや。一枚噛ませてくれ。お願いします。ここだ。
やるな。行きましょう。力を貸してくれ。ありったけだ。光よ、全力です。なるほどな。さて、手加減なしよ。くらえ。にゃあ、光。恐ろしいお方だ。くらえ。にゃあ、見えたぞ。光。相手して。それじゃあ俺たちの出番かな。くらえ。容赦せんぞ。光、いい感じです。くらえ。見せろ、化け物め。なんとか全て倒したな。ば、かな。申し訳ございません。様、アラウネ様、ありがとう。でも、で、まさか。パーディス三世を撃ちます。守るべき者のために。死ぬなよ、王女様。ええ。クラウザー将軍、兵を集めよ。
お任せを。見ておるがよい。サラワ陛下。アラウネ王女、よく決起してくれた。しかし未だ戦力差は大きい。策を練ろう。共に未来を勝ち取りましょう。皆の者、聞いてくれ。私はアルティニア国王ソロンだ。今この地には我が国の兵とエドラスの民、かつて手を結んだ両者がいる。パーディス三世はその役を違え、我が国を手にかけた。そして民を愛し守ろうとしたエリカ王女すら、あの暴君を討たずして我らの未来はない。誇りを胸に共に戦おう。おー陛下。お、アラウネ殿、敵がいるぞ、捕らえよう。陛下。何も喋るな、アラウネ殿。どうかお守りください。民だけは。アラウネ様、アラウネ様。